めんつゆですよね。めんつゆだね。ブロー、どうもクロちゃんです。トシ先輩です。メタルおじさん2人が音楽中心にスケモについて語っていくチャンネル、トチュー。イエイ。今回は来日情報をまとめということで、来日予定のメタル、ヘビーミュージックのアーティストをまとめて紹介していきたいと思います。先日のアンアース公演、僕らも行ったんですけど、最高でしたね。久々に高まったね、燃え上がるメタル熱がありましたね。まあ、今まであまりこういう動画を撮ってこなかったんですけど、たまにはこういう動画もいいんじゃないかなと思ってます。それではやっていこう。まずはブレアフェス、2月4日、2月5日開催ですね。一つ目のアーティスト、ウォーガスム、かっこ UK ですね。かっこ UK 大事だから。ジャンルは何なんでしょうかね。ちょっと形容不可なジャンルな感じもしますね。ベースになってるサウンドはエレクトロックというか、デジタル感の強いバンドサウンドが特徴で、ちょっと可愛い要素もありますよね。コアチューブ的に最注目のアーティストです。続いてフーバスタンクですね。まあ、ジャンルはざっくり言うとオルタナティブロックとかになるんですかね。まあ、2000年代初頭にヒットしたビッグネームって感じですよね。懐かしいっすね。うん、まあ、歌メロ強しって感じだね。ジャースワン朝日スーパージュワー。こちら単独公演もあるんで、ぜひチェックしてみてください。続いてがドンブロッコですね。ジャンルは電子音ありのオルタナティブロックって感じですかね。ヘビーミュージックに親しみがある人は、重くなくて激しくないニューコアっていった方が伝わりやすいかもしれないですね。ブレアフェス、全体的にフォーロック感ありますが、メタルメンツも熱いですよね。クリスタ・レイクはおそらくオーディションメンバー3人とも見れるので、ここも注目になるかなと思います。あと、アリね。僕は仕事でブレア、残念ながら行くことができなくなりました。My fucking job!って感じですね。僕は予定通り行けるんで、撮れるところは Vlog みたいな感じで撮ろうかなと思ってるんで、楽しみにしててください。で、続いてラウドパーク、3月25日、3月26日開催ですね。一つ目のアーティストがパンテラ。言わずと知れたヘビーメタルの大御所っていう感じのバンドかなと思ってますが、まあ、ジャンルで言うとグルーヴメタルですね。国内だとモダンヘビネスとかヘビーロックとかも形容されてたかなと思います。再結成に関して賛否ありますが、リアルタイムで触れられなかった若いメタルファンは単純に見れるの嬉しいんじゃないかなとも思います。まあ、僕ら世代でメタル聴き始めた時にはもう解散してたからね。賛否についてなんですけど、パンテラを通ってない人に分かりやすく言うと、リンキンの再結成がありえないっていう文脈と同じ理由で意見が割れています。続いてナイトウィッシュですね。ジャンルはシンフォニックメタル、ゴシックメタルとかかなって感じですかね。まあ、ビッグバンドですね。こちらもまあ200万人ぐらいリスナー数とかいるんで、まあ、日本でも好きな人多そうなかなと。続いてがストラトバリウスですね。まあ、ジャンルはパワーメタルですね。新譜出たばっかだし、こちら注目度高いかなと思ってます。あの鉄臭さとね、ヒロイク臭がかなり良かったかなと思ってて、まあ、文句なしで拳上げる系なんで、まあ、ライブはかなり盛り上がるかなと思ってます。で、続いてがカーカス。残虐王来たねって感じですね。メタル、ハードコアのあらゆるサブジャンルに影響を与えたバンドかなと思ってます。ジャンルはメロデスでいいですよねって感じですね。まあ、これはね、俺ら的にはどうでもいいけど、賛否がここは分かれるところかなと思って。果たして今何のジャンルのバンドなんだっていう感じはありますけど ね、はい。続いてがアマランスですね。まあ、ジャンルはまあパワーメタル、メタルコア、エレクトロコアみたいな感じですね。まあ、ボーカル3人いるんですよね。アマランスも日本でかなり人気高いイメージがあって、まあ、キャッチーだしね。というか、日本でいうラウドロック的な側面が強いと思ってて、まあ、メロディのフックが癖になる曲が多いイメージがあります。続いてヒーローでいいのかな。ジャンルはエレクトロコア、メタルコア、まあ平たく言うとニューコアっていう感じなのかなと思っていて、さらに分かりやすく言うとデッドバイエイプリルに近いサウンドかなと思ってます。故に歌メロがいいし好きですね。歌に関してはデッドバイエイプリルよりは R&B 味が強いですかね。まあ、ニューコアの部分、主にチルトラックな部分は BMTH ライクな部分もあります。まあ、今回初めて聞きましたけどね、このバンドに関しては。僕も今回の来日に際して初めて知って、まあ、今回の来日でめちゃくちゃ人気が出るんじゃないかなと思ってますね。正直地平線はかなり見えたかなと地平線が続いてがジェイソン・リチャードソン&ルーク・ホランドですね。まあ、スーパーギタリスト×スーパードラマの夢のタッグですよね。ジャンルはプログレッシブメタルコアのインストっていう感じですかね。まあ、ジェイソンがギター弾くと全部ジェイソン味になるっていうのはまあ昔からあるあるなんですよ。ファイナルファンタジーというか。そうそうそう。まあ、ラウドパークもメンツ用ですよね。メンツ用だね。うん、メンツ用ではなくメンツ用ですね。で、続いてがノットフェス。4月1日、4月2日開催ですね。もちろん一バンド目はスリップノット。
まあ、ジャンルは説明不要かと思いますが、ニューメタルのビッグネームです。続いてがコーンですね。トウモロコシです。コーンもジャンルは説明不要かと思うんですが、まあ、ニューメタルのビッグネームって感じですね。ノットフェスの海外アーティスト枠が増えたらいいなと思いながらも、増えなさそうな予感はしますよね。まあ、マリマンさんとか間違いなく来ないだろうしね。そんなことを思っていたら、この動画を編集中にとんでもない発表がありました。追加アーティストでまさかのパークウェイドライブ、インフレームス、トリビアムが追加されました。一気に最強フェスになった感があります。バンドの説明もこの動画に追加しますね。パークウェイドライブ、ジャンルはメタルコアです。世界的に人気が出てからはスタジアム級の凄まじく大きなバンドになったので、来日が困難とされていましたが、来日待ち望んでいた方も多いのではないでしょうか。見れるの嬉しいですよね。で、続いてがインフレームス。ジャンルはメロディックデスメタルです。もうレジェンドですね。で、最後トリビアム。ジャンルは古き良きヘビーメタルを踏襲したメタルコアです。コールドレインもプチブラバンソンも見たいし、最強フェスですね。で、続いてパンクスプリング。3月25日開催ですね。26日もか。一バンド目がマイケミカルロマンスですね。まあ、こちらのバンドもジャンル説明はむずいっすね。平たく言うとオルタナティブロックになるんだろうけど、まあ、エモさもあるし、ゴシックみもあるし、みたいな感じで、時期によっても様々かなと、うん。エモバンドって言うと、これも絶対許されないやつですけどね。そうそうそう。エモおじさんに怒られちゃうから。本人たちも怒るんで。そうそうそう。先ほどのフーバースタンクと同年代ってイメージがありますね。2000年代初頭って感じですね。とにかく、想像をはるかに超えるビッグネームですね。キャーリオーンしたいんですけど、僕は裏切ってフロントラインフェス行きます。すいません。で、続いてのバンドがサム41です。ジャンルはポップパンクです。 This is 2000 感じですね。国内人気高い印象ですね。もれなく僕も中学生の頃聞いてたなっていう思い出があります。で、続いてがバッドレリジョン。ジャンルは海外的な意味でのメロディックハードコアっていう感じです。メロコアのオリジネーターとして知られているバンドです。で、続いてがシンプルプラン。ジャンルはポップパンクです。こちらも2000年代ノスタルジーなバンドですよね。なんか最近 TikTok によく使われているからか、すげえリスナー数だったよ。おー、600万人超えてましたね。やばい。さっき見たら。で、続いてのバンドが The Interrupters。 ジャンルはスカパンクです。続いてフロントラインフェス。3月25日開催です。出演バンドがフィーニアスですね。ジャンルは鉄草脳筋メタルコアって感じですね。メタルコアに抵抗感のある上の世代のメタルファンも好きになってくれそうなヘビーメタルなバンドでもあるんでね、ぜひチェックしてみてください。まあ、僕的には頭悪い系メタルコアだと思ってるんで、まあ、遊園地とか遊んでね。マジックザギャザリングしてる。マジック好きなのも押せるよね。押せる。で、続いてビーストインブラック。5月15日5月16日公演です。ジャンルはパワーメタルです。まあ、そしてベルセルクコアとしても知られてます。力こそパワーを体現したバンドですね。パワーですね。そう、パワー。エレクトリ要素も強くて、突き抜けたもはや笑えるレベルのポップセンスがあるバンドですね。まあ、動画でもたびたび紹介してきたんですけど、上の世代のメタルファンはマジで絶対聴いてほしいし、2日間行くレベルで僕らは好きです。で、続いてアーチエネミー。2月22日、2月24日、2月27日、2月28日、3月1日、3月3日は追加公演なのかな？こちらでツアーです。ジャンルはメロディックデスメタルですね。うん、もはや説明不要のメロデスゴッド。もう僕ら世代だったらメタルゴッドかもしれないですね。そうだね。アーチエネ入りでメタル沼にインした人も多いと思います。いろいろご意見あると思いますが、実は僕らアリッサネキ派なんですよね。そうだね、少数派かもしれないけどね。うん、で、続いてがボーン・オブ・オサイリスとウィズ・イン・デストラクション。3月29日3月30日公演ですね。モーブ・オシリスのジャンルはプログレッシブ・メタルコアです。デスコア概論の動画でも言ったように、プログレッシブ・デスコアでもあります。ウィズ・イン・デストラクションのジャンルは初期はデスコア、現在はニューメタルコアとかメタルコア的な音楽性になってきています。コアチューブ的に最注目の来日になっているかなと思ってます。演奏力、ライブパフォーマンス、激高間違いなしなんで、まあ、このチャンネルのリスナーさんはね、全員行きましょうって感じですね。しかしね、モーブ・オシリス含め、まあ、スメリアン系列の名盤がね、ちなみにサブスクから消えてるんですよね。まあ、手軽に視聴できないから、あの新規のファンにとってマジ痛手すぎるんですよね。ほんとね、押せねえじゃんっていうね。いや、ほんとに好きな曲全部消えてんだよね。一番いいアルバムが消えてるよね。はい、で、続いてがテイクン、ホープスフォールです。3月1日から3月5日までのツアーになってます。テイクンのジャンルは叙情系ハードコアです。いわゆる叙情系ハードコアのパイオニアでもあり、伝説的なバンドとなっています。ハードコアの泣きで泣くしかないですよね。続いてがホープスホールですね。ジャンルはまあポストハードコアなんですけども、初期的ポストハードコアですね。
あ、難しいっすよね。いわゆるメタルコア第二世代、近代ポストハードコアと僕らが呼んでる、まあみんなも呼んでるね、ポストハードコアではなく、まあチャラくないスクリーム的な意味でのポストハードコアですね。原始ポストハードコアと近代ポストハードコアの間ぐらいのポストハードコアっていう。意味不明な。いやでもそのニュアンスめっちゃわかるんだよな。ちょうど中間ぐらいだよね、世代的には。まだあのピコリーモ的な音楽性になる前のポストハードコアですね。そうだね。まあ叙情系ハードコアでもあるし、宇宙的なスペースロックっぽい感じもあるし、まあむずいっすね、このバンドもね。で、続いてがメイヘム。1月31日、2月1日公演ですね。ジャンルはブラックメタルです。ブラックメタル4校の一つです。で、続いてがエンペラー。こちら3月1日、3月2日公演ですね。こちらもジャンルはブラックメタルですね。ブラックメタルのエンペラーです。こちらも4校っすね。間違いない。で、続いてがヘイルストーン。2月7日、2月9日公演ですね。ジャンルはパワフルなハードロックヘビーメタルっていう感じですかね。うん。特に80年代的なハードロック種はめちゃめちゃするバンドです。まあ、オルタナティブ要素のある曲もありますね。ちょっとアブリル・ラビンっぽいっていうか、ちなみに女性ボーカルです。続いて、アンビル。3月2日、3月3日公演ですね。ジャンルはヘビーメタルです。ベテランのバンドですね。そうだね。個人的には映画のイメージが強いかなっていう。いや、みんな多分映画のイメージ強いと思う。夢を諦められない男たち。で、続いて、メガです。2月27日、2月28日公演ですね。ジャンルは、ヘビーメタル、スラッシュメタルとかでいいのかなと思ってます。説明はもういらないバンドかなと思いますけどね。何がとは言わないですけど、まあ、そろそろ見れなくなりそうなんで、まあ、ぜひ見ておきたいバンドの一つかなと思ってます。うん、で、最後、ディープパープル。3月13日、3月17日、3月19日、3月21日に公演です。ジャンルは、ハードロック、ヘビーメタルっていう感じだと思います。ハードロックレジェンドのバンドです。はい、いかがだったでしょうか。ちょっと最後に雑談みたいな感じなんですけど、うん、日程集中質疑問題あるよね。やばいね、毎週あるもんね、うん、毎週どころか毎日みたいなところある。昔の動画で自戒を込めて好きなアーティストのライブは借金してでも行った方がいいみたいなことを言いましたが、マジで学生さんとか新社会人さんにはきつすぎる日程密集具合ですよね。うん、今回紹介した中で漏れてるバンド、アーティストいたら、ぜひコメント欄に書いていってください。また動画作るかもしれません、それでね。うん、というか、まあ、この動画リリース前後でも、まあ、続々来日公演が発表されそうだよね。日本に来たがってるアーティストもかなり多いみたいな話は聞くんで、コロナの収束にも近づいていて、まあ、来日アーティストが増えてきて、僕ら的にもすごい嬉しい限りですね、本当に。これからもディープでコアな音楽情報を発信していきますので、チャンネル登録、この動画が面白かった方はグッドボタンもよろしくお願いします。すでに僕が経営するバー、リフレインもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。せーの。うわーい。